見えるかな、ピクルスの大きさ。こんなもんある。ちょっと今ねガソリンスタンドに来たんだけど、あ、日本のガソリンスタンドとアメリカのガソリンスタンドって違う部分も何個かあるから、ガソリンを入れるついでに紹介してみようかなと思います。まずね、あそこにねボード書いてあるけど、下 2.59、 1ガロン 2.59 ドル、まあ、1ガロンリッター換算すると3リットルぐらいだっけ。 3.7 リットル。あ、じゃあ 3.7 リットルガソリン入れると 2.59 ドル。でもねアメリカってね州によってガソリンの値段が全然違うんだよね。カリフォルニアが高い。あのこっちに書いてあるのが現金で払おう、クレジットカードで払おう、値段が変わる。こっちに書いてある Unleaded Credit、 クレジットカードで払おうと 2.64。 だからキャッシュで払った方が安いんだよね。そうです、だから現金を持ってください。ちょっと日本と違うのは、あっちのキオスクみたいな方に行ってお金を払わなきゃいけないです。そうです。なので今からとりあえずねお金を払いに行きましょう。はい、はいはい、ということで今ね番号を忘れたので見に行きます。自分のスタンドの番号をちゃんと覚えてからお金を払いに行きましょう。俺ら6番ね。Number 6, $20. Thank you. OK、 今ねお金払ったから、あそこのスタンドからねガソリンが出るようになりました。20ドル分が出るようになりました。ここにねレギュラープラスプレミアム、まあ、87、89、92ってあって、どれがいいかよくわからないからいつも一番安いやつ入れてる。まあレギュラーって書いてある場合とアンレディットって書いてある場合もある。アンレディットはまあディーゼルと違う、ガソリンだから、ね、いつもまあまあ何でもいいんだけど安いやつ入れてる。これを押してってな感じでここにストッパーを入れて、とりあえずねこれで勝手に20ドル分までは入るから今はね、とりあえず入れます。で、アメリカのガソリンスタンドね入れてる間にやることがあってそれは他社だっけ。俺はいつも、こういう風にね車のガラスをセルフで洗えるようなモップがあるから、これをこういう風に全然汚くないけど、毎回掃除をしてます。あああああ、こっちも全部洗っていきます。タカはちなみに綺麗好き、掃除するのが大好き。違う違う、掃除しとかないと何か起きた時に後悔するかもしれないでしょなんか事故りそうな時にフロントガラスが汚いからハンドル操作を誤った時にあの時掃除しとけばよかったって後悔したくないからもうリスクなんとか、リスクヘッジ、リスクヘッジ、タカはリスクヘッジの常に 100% で生きてれば死ぬ時には後悔しません。今ポンってやって終わった。15ドル分が入ったっていうのが15ドルで、あのタンクがパンパンになった。そう、今15ドル分しか入んなかったからお釣りはまたレジに行ってお釣りをもらいに行きます。でね、ちょっとお釣りもらいに行くついでにこのキオスクの中もねちょっと紹介しようかなと思います。コンビニみたいになってるからちょっとね中を見ていきましょう。はい、ちょっと今ねキオスクの中に入ってきたんだけど、ちょどんなもんが売ってるかっていうのを、プリングルス、まあ日本にもあるよね、プリングルス。でもこれね高いんだよね、3ドル9セント。このプリングルスが350円だよ。アメリカの物価高いんだよ。スニッカーズもあんだけどこれで2ドル、高くない？こっちとかに行くと、おおお、アメリカモンスターエナジードリンクのデカさ、でかいね。俺の顔もでかいからね俺の顔がだいぶでかいからだいぶでかいってこと710ミリリットル。もうこれ飲んだらねなんか病気になりそうなぐらいでかい。ピクルズ見た？ピクルズ見た？でかいでかい見えるかな、こんなもんある、こんなもん、ピクルスの大きさ、こんなもんある。で、あとはね、こういう風にドリンクコーナーみたいなのがあって、自分でね、こういう風にポコってやってコーヒー入れてできたものをレジに持っていくと買えるっていうシステム。見て、見てこれ
俺の顔と比べる？でかい。でこれを使ってここにね、あのサーバーがあるからガシャガシャガシャって入れてレジに持っていくと、これもまたね買えちゃうんだよ。1ドル。あとこっちこっちこっち。こういう風にね、日本のね、あったか弁当みたいなやつも置いてあります。バーガー、もちろんバーガー。こっち見て、やばい、これ脂っこそうな揚げ物、春巻き、レッドチリとかチキンウィングとか、あとこのポテトウェッジがやばくない？もう油が古すぎてもうギトギトな感じだよね。ってな感じで、ガソリンスタンドには基本的にキオスクもくっついてるから、なんかね、物を買ったりできます。今日の動画はこれで終わり。ってな感じで、また次の動画で会いましょう。バイバイ。残った旅の予算を全額カジノにぶち込みたいと思います。